JR 大分駅に集まったのは大分市のルナ幼稚園の年長組の園児たちおよそ80人。夏休みが始まっていて、これから初めてのお泊まりキャンプに出発です。三重町です。キャンプ場でお泊まりします。そうなんだ。普通列車に乗るのが楽しみです。本当は園の50周年事業の一つとして観光列車アソボーイに乗る予定でしたが、雨の影響で直前で運転見合わせとなり、急遽普通列車に乗ることになったんです。ハプニングはありましたが、子どもたちは元気に出発していきました。